く、藤本にしかできない負け方を見せる。ソフトバンクはロッテにサヨナラ負けを喫し、クライマックスシリーズでの敗退が決まった。3年連続で日本シリーズの出場を逃した。先発の和田と小島の投げ合いで互いに無得点が続いた。先発の和田の後を受けた救援陣は踏ん張り、安定した継投リレーが続いた。9回は1から2塁後方への飛球を追いかけた三森が掴みきれず西2塁となったが、オスナが踏ん張った。0対0で迎えた延長10回にロッテの5番手沢村に対して1から代打柳町が右中間にツーベースを放ち、代走上林、1死2塁から回の代打君が空振り三振に倒れるも、周東がセンターへタイムリーを弾き返し貴重な1点を先制。続く川瀬が左中間にタイムリースリーベースを運び、変わった坂本から柳田もライトへタイムリーを打ち返し3対0とする。しかし直後に登板した津森が無失地、2塁のピンチを招き、藤岡に同点スリーランを喫した。さらに変わった8番手の大津が西1塁で安田にサヨナラ打を浴びた。うおお、来た、さよならだ。藤本終わった。やっぱマジかよ、すげえな、すげえもん見たわ。オックス3点取って試合終わったかと思ったわ。沢村を救った男藤岡、これは岡山の希望ですわ。マジで言ってるのか、マジでか、できすぎだろ。藤本やめろ、藤本ええやんけ、来年も頼むで。やっぱ藤本やめろ、オックス1の手首壊れるで。この場面から負けられるの藤本しかおらんやろ。80億補強して10ゲーム差つけて優勝するとか言ってた松野がギリギリ滑り込みの3位からの芸術的サヨナラ負けシリーズバストハイライトかいう、芸術点高すぎやろ。ソフトボール、ベースボール、どちらも順当に敗退しましたね、お疲れさん。高級チュニドラにふさわしい最後だった。